いや。かっこいいね。かっこいいの買っちゃった。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。どうしたんですか。今日はちょっとこのハードカーゴを買っちゃったから、うん、皆さんに紹介しようかなと思います、はいはい、いいね。いいでしょ。かっこいいですね。手写して、ちょっと写してどうでしょう。これも出来上がった状態の今写してるんですけど、うん、はい、この後にこの取り付けの動画を見ていただきますので、うん、そうだね、はい、それでは早速ご覧いただきましょうか。はい、はい、どうぞ。それではですね、荷物が届いたら、まあ、こんな感じで商品の方届くんですけど、うん、まあ、同梱されているのがですね、こちらのカタログですね、はい、まあ、いろいろハードカーゴの商品が載っているわけなんですよ。こんな感じでね、はいはい、たくさんあるのね、うん、いっぱいあるよ、ほらサイドオーニング、これ結構良さそうだよね、うん、こんな感じでこれとかめっちゃかっこよくない？すごいね、うん、かっこいいよね、うん、まあ、こういうのがいろいろ載ってます、はい、それとあと取説ですね、うん、まあ後からこれを見ながら作業の方進めていくわけなんですけど、まあ、これも事細かに書いてあります、うん、一応昨夜イメトレはしてますんで、うん、ちゃんとできた、うん、イメトレはそれなりにやってますんで、うん、まあ、うまくいくんじゃないかなと、はい、であとはですね、これ組み立ての前にご確認くださいっていう感じのことですね、うん、まあ、あの商品に傷がないか、まあ、大型商品だから多少傷があるよということで、まあ、一応開封して取り付ける前に確認をしてくださいっていうことが書いてあります。で次はこのステッカーですね、うん、ハードカーゴの、まあ、ちょっとオシャンティーなステッカー、かわいい、うん、かわいいでしょ、うん、この中に貼ろうかな。あ、そうなんだ、うん、キャリーにつけるパッドになるんですけど、うん、そうですね、お、はいはい、かっこいいでしょ、すごい、ほら、まあ、これが完成図なんですけど、うん、これのこの横に入ってるじゃん、こっちの上にさ、うんうんうん、ここにつけるの、巻きつける、そうそうそう、あ、そうなんだ、うん、で今回用意したのがですね、穴を開けた時の錆止めと、はい、あとバリ取りですね、うん、穴開けた時のバリ取り用にダイヤモンドヤスリ、はい、でパイプ同士を接合するとき、うん、接合っていうか、まあ、入れるときにシリコンスプレー使いますんで、うん、まあ、シリコンスプレーとね、はい、これがネジ関係かな、うん、あ、ネジだね、あ、はいはいはい、これだ、ここにつく足、ほら、あー、そうなんだね、まあ、今回の整備工場が出来上がりましたんで、うん、はい、次はこれをね、パーツごとに並べていこうと思います。はい。に置いてくださいっていうことだね。ああ、それは上から見た感じがこれってこと。こうです。はい。全体図、こんな感じだね。うん、それではですね、一旦、まあ、品物をこう、ちょっと、まあ、並べてね、仮に。はい。まあ、検品みたいな感じでして、うん、まあ、全然傷なくてね、うんうん、まあ、綺麗な状態でしたので、はい。今度は車両の方のね、加工に入ろうと思うんですけど、うん。まあ、ここをね、ちょっと見ていただきたい。この、まあ、取扱説明書にですね、うん、こういうふうに、まあ、丁寧にね、車両ごとの穴開き位置ということで、まあ、書いてるんですよね。で、うちのは、このダイハツの、S210P っていうので、まあ、この200系のものなんですよ。うん、なので、今ここをね、見ながら、穴の方を開けていこうと思います。
とりあえずこの取扱説明書の通りにこのベースプレートを並べてみますね。はい。実際の品物はこんな感じなんですよね。うん、これがちょっとこってこう出てるよ、うん、これを合わせていこうか。だからこれはこうしたときにこっちの隅だね。違う、こうだからこっちか、ここの隅だな、うん、ね。でこれは長手をこうしたときにあそこの隅だね、うん、でこれはここの隅で、これがこちら並びになってるかこっちの隅、はい、こういった感じですな、うん、でそれではですね、うん、あのこのスペーサーが入っているんですけど、うん、ここほらボコボコなってんじゃん、うんうん、でこれのこの穴埋めっていうかその段差をさ、あの平らに保つためにこいつの中にかますわけですよ。まあ普通だったらこんなほらクリクリするでしょ、うん、これを1枚かませばほら、あーそういう使い方するの、そうそうそう、うん、安定するでしょ、うん、へー、寝かして1センチ、これ横が、あこっちはまあ約1センチ、うん、こっちの縦方向が約2センチだね、うん、こんな感じでちょっとスペーサーの方も置いていこうかな。ここも、あここはちょっと微妙な高さだな、角が。横10センチだったよね。うん、まあ、その時はここでもいいか。こんな感じで、はい、よし、あおり側面後方、まあ、10センチ20センチね、うん、ね、まあ、10センチと20センチね、うん、後ろの方からまあ印をつけましょうか、はい、あってことは違う、これこれが1センチの頃これかませないんだよね。おう、うん、そういうことか。だから1センチと2センチになってんだ。ここだね。おお、響きます。ふうって、響いております。ああ、ここ斜め絶対ミスるやつだわこれ。一旦細いので下のを開けます、うん、はい、おお、結構簡単に開くんだね。ここの下給油用のホースがギリギリのとこにある。危ねえじゃん。うん、でも大丈夫になってんだよね。だと思う。だよね、うん、だから、あの、その取り捨てでさ、うん、寸法が決まってるっていうことは、その危ないところを一応避けて、うん、そうだよね。その寸法になってるはずだから。うんうんうん。まあ、それでも心配な人は見た方がいいと思う。うん。まあでも一回確認は大事だよね。うん。で、この切りはね、うん、8.5 倍。8.5 ミリの鉄鋼切りね。うん、ああ、そうなんだ、ね、うん。はいはい。取り捨てのにも書いてあります。はい。あ、怖え。え、大丈夫？すごいね。わかんな。わかんないよね。やってみよう。おー、すげえ。怖えー。おー。すごい、でも綺麗に開いた。この袋にですね、あのビス、ナット、ワッシャーがまあたくさん入ってるんですけど、うん、この番号順に並べてる方が後々使いやすいかも。ああ、そうなのね。うん。なぜかっていうとですね、ほら、まあこの作業進んでいくにつれて、まあこの何番のワッシャーと何番のボルト、何番のナットを使ってくださいっていうのが書いてあるんですよ。はいはい。だからもうそれを持ってさ、うん、まあ行けば間違いないじゃん。うんうん。はい、それではですね、こんな感じでとりあえずボートとナットの方を分けてみました。はい。で、まあ、先ほどですね、この7番用の、まあ、下穴を開けて、うん、
まあ、仮でやってみたので、うん、一回も棒をつけて入れてみようか、はい、どんな風になるかね。とりあえず先ほどのこの穴ですねにスペーサーをこんな感じでやっとって、でこういう形ですね。でもし穴が合わなければあのヤスリなんかでこう微調整をしてくださいということでした。おお、奇跡的にバッチリだ。だこれでもあと下から止めるだけだから、うん、あちょ後ろの煽りにコツンって当てて、うん、スケールをね、うん、でそれから1880ね、前の方まで1880、うん、今だね、はい、まあ、これが1600いくらだったら1600っていうのは多分ジャンボ用だから、うん、1600ここだもんね。あほら、はいはいはい、ジャンボこんぐらい出てんじゃないっけ後ろが、わかんない、あのリクライニングできる系とな。あーはいはいはい、うん、うんうんうんだよね、うん、なんか1880はこっち、つきやすい方は横からつけた方がやりやすそう。あーそうね、うん、やっぱりもうここにこうやった方がいいかも、うん、ここをこう押さえるような感じで、まあ本当はここにそのカラーっていうかさ、うん、あれがあればいいんだろうけどね、かますのが。これでもちょっと高いんだよね。まあこれでもいけないことはないか、うん、けどこれだったらもう今のこれと大して変わんないかもしれない。ここはこれでじゃあやりましょうか。うん、ふーってのなんなのね、なんなのそのふーってなんか自分がやった感じになるよね、なんかさ、ね、ビギニッシュのわけそう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 今回のこの場所はここに置こうかな。うん。あ、ここ長いのじゃないと届かないかもね。え、でもあの長いのは別で使うんでしょ？あ、大丈夫、届くわ。届く、うん、届く、届く。次はですね、うん、まあ、穴を開けてとりあえず、まあ、ボルトが入るの全部確認できたんで、この防水処理をねしていこうと思います。はい、で僕たちが買ったのはパワーコミニで買ったよね、うん、のこの、鉄用の錆止めっていうのですね、うん、を買ってみました。はい、でこれを一旦その切ったところに塗って、うん、乾かしてる間にあっちの組み付けをしようか。ああはいはい、はい、スプレータイプ、いや違う、ここにほらハケ付きって書いてる、うん、だからこれ選んだの。いいね、ハケが付いてるから、ほらこんな感じで、初めてこういうの買ったの、うん、匂いがした。本当だ、なんかシンナーっぽい匂いだね。うん、油性だよ。ここに2個ちょんちょんってね、はいはいはい、あ垂れた。じゃあはい、うん、それではですね、次はこっちのフレームの方ね、仮組みの方していこうと思うんですけど、うん、まずはここの3番4番の方をしていこうと思います。はい、前の方ですね、うん、で一応あの逆さまの状態で組み付けるから、うん、このボルトは全部下の方から入れていく感じで、ひっくり返したら上から差し込んでる形になるでしょう、はいはい、なんかボルトは全部下の方から差すような感じでつけてくださいって書いてあります。はい、一旦なんか仮締めね、まだ本締めはしないで仮締めでやっていこうと思います、うん、はい、こんな感じで切りすぎ、これでこっちを刺すと、うん、まあ確かに入りやすいね。ここ
こ垂直になるように調整、うん、パイプの垂直を後方の少し離れたところから確認してください。いいかもね。はい、ここをこういう風にさちょっと広げて、うんうんうん、こういう風にね、はいはい、そうそうそう、すこんな感じ。パイプのプレート後方を向くようにパイプの中間までスライドさせます。ボルトワッシャーナットを使って仮止めしますって。最終的に位置を決めてから固定する、うん、9番と9とあの13のちっちゃいワッシャーとナット、うん、でこれでちょっと締めてあげると届きますね。でもそれ一回広げたとこでしょ。そうそうそう、その広げたのはなんで広げたの。ここに入りにくいから、はい、うん、結構あのちょうどで作られてんだって、うん、ここのパイに対してさ、うんうん、だからまあ広げてあげた方が、うん、まあ入りやすいんだけど、うん、広げすぎるとこうなるっていう。あ、そうだね、うん、引き手もかかれば頭も締めるだけだから、うん、あ、足をこう差し込む、うん、9番のナットですね。うちがワッシャーなくていいんだね。足、うん、ほらこっちにプレートがあるでしょう、うん、でこっちにまあ穴が2箇所あって、これもここにプレートがこっち側を向くようにね、こっちが前ね、うん、こっちが後ろね、うん、でこれとこれがくっつくようにこいつを持ってきてあげると。あ、でもシリコンスプレー本当塗んないと結構傷が入る。なんで塗らんかったの。横着塗りなさいよ。すいませんでした。お、入った入った。これも下からね、うん、そしたら次はこいつだね。うん。うわ。何？何したの？どうした？見て、反対に入れてる。うわ、本当だ。バカだ。この場合だとこれを先に入れるでしょ。うん。持ってた方がいい。できれば刺すんですけど、あ、来た来た来た。で後ろはキャップがちょうど面になるぐらい。ああ、そうなの。うん、って書いてあったわ。うん、だよ、収まりが。でここにとりあえずこいつをね。でここの後ろですね、うん、ここ見えてる後ろって、この後ろね、こことここ、はい、9番ですね、うん、を一旦仮でまたつけます。とりあえずですね、このベースプレートの方を今あの本締めしました。はい、四隅ともね、うん、全部やっぱりこんなあのベースプレート、これですね、うん、あのスペーサー、まあ、あのこっちが10センチあるんですけど、あ、10センチじゃなかった、1センチ、うん、1センチあるんですけど、これをこうかませながらやると結構簡単でした、うん、定規代わりにこう当てて締めていくような感じで、うんうんうん、この寸法ですね、はい、
が約1300ですので、うん、あっちの足の方のね角度を決めていこうと思います。はい、こっちも一緒だよね。こっから、ああ約1300で来てるよ、うんうん、1300で揃えましょうか。はい、今の寸法が460、うん、うちうちの寸法ね、うん、460あるから1300にするためには8センチずつね、うん、あの寄せないといけないんで、うん、うん、あ違う、磁石でくっついてるからさ、うん、で俺がこっから8センチここまでだね、うん、動かすからこの状態でちょっとキーポンしてて、ちょっと締めるね。いい、まあ大体でいいよ、うんうん、はい、後でまたちゃんと締めるから、うん、今ぐらい、うん、もうちょい、うん、そのぐらい、はい、はい、あとはこの前後方向ね、うん、を測って調整して止めると。ここに引っ掛けて、ここの角っこに引っ掛けて、ここまでの長さ、うん、まあ、約1717、1717、うん、まあ、こっちも一緒ぐらいだね、うん、1717でいこうか。はい、いい、うん、あと7mm、ちょっとこっちも、こっちもまた、うん、あと7mm、うん、今かも ね、 ね、うん、今かも、今もここだけで持った方がいいかも。ここだけ無理でしょう。あんま上に上げたら点灯、これでこう、そう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 っていう感じ。はい、はい、一旦ちょっと置いていい、一旦置いてね。じゃあここ持ってくから、はい、で入れる、差し込める、ちょうどだね、この十字盤の長いやつ、うん、とこれとこれで足元を締めますね。また2個で1セットなの。ああ、そうなんだ、うん、おうおう、
あ、めっちゃしっかりなるわ。すごっ。これはすごい。こういう感じですね。はい、それでは、はい、あの取り付け動画の方をご覧いただいたわけなんですけど、はい、どうだったでしょうか。朝9時から始めて、はい、終わったのが1時ぐらいだったかな、うん、で大体まあ4時間ぐらい、はい、まあ、私たちの場合は撮影をしながらだったので、うん、やっぱり一つ一つ撮っていかないといけないから、それでも結構時間もかかるんですけど、なんだかんだでね4時間ぐらいかかってしまいました、うん。まあ、作業自体ですね、うん、あの車に穴開けるのは結構抵抗があったわけなんですけど、うん、まあ、組み付け自体はですね、うん、まあ、取り付け説明書通りにいけば、うん、そんなに苦労することはなかったですね、はい。まあ、でもスムーズにいきましたね、うん、何もさ、うん、あこれ違ったとかさ、うん、なんかあ間違ったとかっていうことなく、うんうん、取説通りにやっていったら、うん、そのまんまスムーズにうまくいきました。そうそう、まあ、大変分かりやすい取扱説明書ですので、うん、まあ、それ通りにね、はい、まあ、やってみればうまくいくということで、はい、うん、まあ、興味がありましたらぜひやってみてください、はい、はい。ということでですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。 バイバイ。 We used to hang around town pretty late. I spent the week thinking about a next day. It was easier thanSo much easier than, or like the time I picked you up outside of school. You said, "Screw my dad, I make my own rules." It was easier than, so much easier than. Take me back to the, take me back to the.